ご乗車ありがとうございます。この列車は深井駅ご準急車です。列車は深井両国、深浜、座元、深井小山、奥泉の順に終点井川まで東京駅に停車してまいります。この停車駅と東京駅間からご案内いたします。この先途中奥泉は8時47分7時5分9時9分奥泉工場9時25分鉄車橋線9時30分終点の会議は10時9分、10時9分の到着予定です。つま先温泉方面お越しのお客様は途中奥泉駅で5区にお乗り換えです。この列車車内は電車料金円です。車内警備ご協力お願いいたします。各車には JR ついております赤いレバーハンドル2列の方向コーチと車内におります鉄道設備にはお手を埋めないようお願いいたします。各車両出口すべて自動式です。走行中には扉を開けないようお願いいたします。列車はこの先終点の伊香駅まで進行方向右側を流れる大井川に沿って進んでいきます。見える景色は進行方向に対して右側が中心となります。進行方向右側に沿って空いているようでしたらどうぞお確認ください。また列車はこの先途中奥泉、鶴戸温泉、終点の伊香駅以外はすべて無人駅に停車していきます。奥泉、鶴戸温泉、伊香駅乗車券がある際、車掌にお確認ください。またこの先、途中駅まで乗車券をお送りのお客様で乗り越し変更と、またその他ご意見ございましたら、車掌近くを通りましたらお声をお確認ください。次は、スターネ両国です。伊香さん、25.5 キロが中部電力の手によって作られ、昭和32年に伊香さんが完成しました。昭和34年からは大井川鉄道が中部電力から全線を借り受け、大井川鉄道伊香線として営業運転を開始いたしました。全伊香間以上高さ約 400m を約1時間50分ほどかけて進んでいきます。レールの幅は JR の在来線と同じ1067mm、トンネルの数全部で61箇所、鉄橋の数55箇所、トンネルと鉄橋の距離すべて合わせますと約8キロにもなり、全線の約3分の1がトンネルと鉄橋に占められています。長島田電気までの伊東駅区間 1.5 キロが日本で唯一のオプト式を使い、標高差90メートルを登っていきます。標高差90メートルと言いますと、進行方向右上に白いガードレールがご覧いただけるかと思いますが、あのガードレールのある高さまでアフト式を使って登っていきます。アフト式とは線路の中央にある歯型のバックレールとアフト式専用で機関車についています歯車と噛み合わせ急勾配を上り下りする方式のことを言います。ただいま走ってる区間には線路の真ん中にまだ歯型のバックレールは取り付けられておりませんが、次のアフト1列でこの電車の後ろ側に来ていただきますと、線路の真ん中に取り付けられた歯型のバックレールをご覧いただくことができます。また次のアフト1列ではこの列車の後ろ側にアフト式専用電気感車の連結を行います。電気感車連結作業をご覧になりたいお客様は次のアフト1列でこの列車の後ろ側にお越しください。またここでお客様にお知らせいたします。次のアフト1列並びにこの先の長島田駅から旧井川線のトンネル跡や配線跡を使った旧井川線ミステリートンネルハイキングは、ただいま旧井川線トンネル内工事のため平成25年6月30日まで通行止めとなっております。お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。この鉄橋、そして次のトンネルを抜けますと、進行方向左手には次のアフト1列で連結いたします赤と白のアフト式専用電気感車がご覧いただけます。9時2分の発車です。各車両お出口には扉にフックを取り付けられております。降りの際お手数ですが、列車が完全に止まりましてから扉についていますフックを外して降りいただきますようお願いいたします。また各車両の位置大変小さくできております。降りの際お止めの足元ご注意ください。アフト1路アフト1路に到着です。お出口は左側です。この列車当駅発車時刻9時2分の発車です。この駅で約5分ほど停車いたします。アフト1路に到着です。お出口は左側です。
橋が開業しました。またこの長島ダムの正面にかかっています吊り橋、ご覧のようにこのダムが勢いよく放水をした際水のしぶきがかかることからしぶき橋と名付けられました。なおのしぶき橋ですが歩いて渡ることができます。次は日の田避難所です。この先トンネルと続けますと進行方向右下には先ほどの長島ダムのダム湖接続がご覧いただけます。またこの先途中駅までの乗車券をお持ちのお客様で乗り越し変更とその他ご意見ございましたら車掌までお持ちください。次は日の田避難所です。感謝ですがこの DB 機関車現役で残る日本最高のディーゼル機関車となっており、この DB 機関車の撮影会などがありますと日本全国から鉄道ファンの集まる大変貴重なディーゼル機関車となっております。現在では駅の周囲には誰も住んでおりません。そのため最近鉄道ファンの間ではこのような駅の周囲に人口道路のない何もないような駅を秘境駅と呼ぶそうですが、次の尾張駅はその秘境駅の中でもベスト5に入るのと言われています。まもなく尾張に到着です。お出口は右側です。なお尾張駅到着の際進行方向を左手ご覧いただきますと駅長がお出迎えをしております。関の沢鉄橋を境にお茶の町灰原郡桑根本町から静岡市青池へと入っていきます。新緑がまた11月中旬には紅葉が大変綺麗なところです。進行方向右手右手にも山が重なって見えることから山の十字通りと呼ばれているところです。いたしました。右側前方に見えますダム、中部電力伊香湾ダムです。まあ、この伊香湾ダムが放水を行いますと、高さ100メートルの滝が完成いたします。またこの伊香湾鉄道伊香線は、この伊香湾ダムの建設資材を運ぶために作られた鉄道です。長らくのご乗車ありがとうございました。次のトンネルを抜けると、列車は終点伊香駅に到着いたします。おりなさい、車内に忘れ物、落とし物ないようご注意ください。各車両出口、大変小さくできております。おりなさい、頭に足元ご注意ください。本日は愛川鉄道伊香線ご利用いただきましてありがとうございました。終点伊香に到着です。お出口は右側です。各車両出口、大変小さくできております。おりなさい、頭に足元ご注意ください。終点伊香は伊香に到着です。